きらめく星座がお前を呼んでる、それが選ばれた戦士の証。こんにちは、レフト兄弟です。冒頭からね、かなりイカれた映像、本当にごめんなさい。で、皆さん、マルコ氏って知ってます？まあ、僕らの地域ですと、この出かけ氏って呼ばれてたもんなんですよね。まあ、これはね、セイントセイヤの出かけ氏になります。まあね、当時ね、駄菓子屋さんだったかな。まあ、おもちゃ屋さんでもね、売ってたものなんですけども、これはね、まあ、当時買ったものではなくて、僕が大人になってから購入したものになりますね。まあ、こんな感じで、出てるね、これ、マルコ氏。まあね、当時のね、この出かけ氏、まあ出かけ氏っていうと、筋肉マンがね、まあちょっとね、この先ドサーって出した中にね、まあこれ悪魔将軍なんですけども、このタイプがね、まあ出かけ氏って呼ばれてたのかな。まあその中でもね、セイントセイヤも発売されていたんですよ。まあね、一個ずつね、ちょっと見てこうかな。でね、今回ね、これね、まあ全くの新品になるんで、まあちょっとね、僕もね、コレクション的に持ってるものなんで、開封はしません。まあこんな感じであるのかな。まあ大きさ的にはね、まあ通常の金消しがこの辺りなんですよ。まあ若干ね、やっぱ大きいタイプになりますね。まあね、これはね、まあ当時ね、僕見たことはなかったですね。大人になってからこういうの出てるんだなっていうの分かったんですけどね。まあこれはペガサス聖夜ですよね。で、ドラゴンシール。まあね、この肩のアーマーあたりとかね、この膝のアーマーね、これ分割式に全部なってんのかな。で、キグナス氷河ですよね。まあクオリティ的に言ってもね、金消しに近いんでね、まああんまり良くねえかな。まあ本当にちょっとね、コンパクトな感じにはなっていますね。まあ旬でフェニックスの方ですよね。ああ、フェニックスは後ろのこの部分が、これはね、やっぱ取り付けられるようになっていますね。でね、一個ね、不思議でね、ジャブはいるんですよね、これね。これは嬉しいな。まあクオリティかなり微妙ですけどね。で、これあれかな、他にも出てたのかな。まあ僕が知っている限りはね、まあこのブロンズセイントだけしかちょっとわかんないんですけどね。で、これ裏の方は全部これなんか塗り絵みたいになってるのかな。まあね、これはね、ちょっとね、当時僕もあまり知りませんでした。でね、やっぱね、知ってるっつったらね、これだよね。これね、むちゃくちゃあんすよ。まあ今ちょっとこの箱の中にいっぱい入っちゃってるんですけど、まあこんな感じでね、まあこれがね、多分当時の出かけシーンになるんですよね。まあこれもね、僕大人になってから買ったものと、まあ子供の頃にね、集めてたの、これちょっと倉庫から持ってきたのもあるんですよね。この辺りがそうですよね。まあちょっとね、これ一回分けたいと思います。とりあえずね、まあ、メインどころのアイドル超人、これをちょっと並べてみましたよ。まあ、僕ね、すべてコンプリートしてるわけではないんで、まあ、あるものだけで紹介していきたいと思います。まあ、まずは筋肉マンだよね。まあ、一応ね、3種類僕は持ってました。まあ、普通のタイプと、この戦闘スタイルと、これはまあ、私服みたいになるのかな。まあ、この状態がありますね。まあね、これはね、ちょっと今回、袋から出すのめんどくせえんで、今回は出しません。もうこのままいっちゃいますよ。でね、テリーマ。まあ、テリーマ持ってんのはこのテンガロンハット。これをね、被ってる状態かな。で、ミートくんっすよね。まあ、こんな感じになるのかな。で、ブロッケンジュニアっすよね。まあ、このあたりとかね、やっぱちょっと汚れちゃってんすけどね。で、ウォーズマン。まあ、ベアクローの状態ですよね。まあ、これの他にもあんのかな。ちょっとあんまりよく調べてないんでわかんないんすけどね。で、まあ、ラーメンマンとモンゴルマンっすよね。こんな感じかな。で、ロビンマスクとバラクーダ。まあ、このあたりね、これね、若干ね、やっぱ、ハイター僕つけたりしてたんでね。まあね、これね、若干ね、やっぱ色が違うんですよね。まあ古いんでしょうがねえかな。で、これがジェロニモになりますね。まあ斧持った状態かな。まあこのあたりがね、アイドル超人のメインどころかな。じゃあ次行っちゃいましょう。ではね、コーナーあたりがね、まあその他もろもろの超人たちになります。まあちょっと一個ずつ見ていこうかな。これがドクターボンベ。汚ねえな、これ。やっぱ古いんでしょうがねえかな、このあたりね。まあね、僕ね、ハイターにつけてね、一度取ったりしてるんですけども、まあちょっと取れませんでしたね、このあたりはね。で、これが、キングコブラ。キングコブラ、これね、足の裏見るとね、大野って書いてあるんですよね。まあね、多分今では結構なおっさんだと思うんですけどね。でもね、当時ね、こうやってね、やっぱパクられるの防止でね、こうやって名前書く人多かったですね。僕なんかもやっぱ書いてたかな、まあ、書いてるような気がします。で、次はペンタゴンですよね。まあ、両腕上がった状態で、まあ、こういった形になってんのかな。で、筋骨マンと岩尾。まあね、当時のギャグ要素が強かった時に出てきた超人でね。まあね、当時これ人気なかったっすよね、こいつらはね。でね、次は、キューブマンとカニベース。
まあ、こんな感じな、いや汚ねえなキューブ版も。これなんかマジックの跡みたいのついちゃってから、まあ、しょうがねえかなこの辺りはね。でね、カレークックとスカイマンっすよね。こんな感じになってんのかな。で、グレートっすよね。まあね、これもね、僕結構好きな超人なんですよ。で、次行こうかな。まあ、タイルマンとスペシャル、まあ、カナディアンマンがいねえな。まあ、いいかな、カナディアンマンは。で、この二人になりますね。じゃあ、ティーパックマンとデビルマジシャン。まあね、このクオリティも結構僕好きなんですけどね。で、知恵ノアマンとベンキマン。ベンキマンいいね、これね。うんこのタイプじゃないですか。まあ、アニメだとね、蛇口になってんすけどね。僕ね、このうんこの状態好きなんですよね。まあ、うんこ、うんこあんま言っててもしょうがねえんでね。じゃあ、次行きましょう。はい、こちらがね、悪魔超人と悪魔ロック氏になりますね。まあちょっと足りない超人もいるんですけども、では悪魔超人の方、これはね、まあバッファローマンになりますね。まあこうやって2種類用意されていますね。で、ブラックホールとステカセキングかな。まあこんな感じになりますね。で、このアトランティス、こいつなんですけども、これね、僕が思うにね、多分バッタモンじゃねえかな、これ。色がね、ちょっとピンク濃いんすよ。これね、多分僕の予想っすよ。当時ね、ガチャガチャでね、カプセルの中にこんなになって無理くり入ってたの。これ、ね、多分記憶にある方多いと思うんですけども、こういうの売ってたんすよね。で、カプセル開けると、これ戻んねえんすよ、全然。多分ね、そん時のタイプじゃないかな。なんかね、これゴムもね、ちょっとね、緩い感じがするんすよね。まあ、当時はいろんなメーカーからバッタモン出てましたもんね。で、こちらがスプリングマンになりますね。あ、この辺りはちょっと汚いかな。これもね、当時ね、僕ハサミなんかでよく入れてね、この無理くりね、スプリング状っていうのをちょっと再現してた記憶があります。で、こちらがミスターカーメンかな。これもいいですよね。でね、マウンテン、こいつね、かなりね、僕ね、思い入れが深いんですよね。当時ね、僕の近所に駄菓子屋さんっていうのが3、4軒あったのかな。で、学校終わってからね、もう本当に駄菓子屋さんみんな行ってね、まあ人気の超人はね、もうすぐなくなっちゃうんですよ。まあ、筋肉マンとかロビンとかウォーズマンね、このあたりはすぐ売り切れちゃいます。で、いつまでも残ってんのがこいつ。こいつはね、いつ行っても売ってるんですよ。まあ、人気が当時なかったんですかね。まあ、その時に僕は初めて買ったのがこいつなんですよね。で、悪魔ロッキー氏。これがザ・忍者っすよね。これあれかな？大井争奪戦のバージョンも出てんのかな？まあ、こうなったらちょっとよくわかんないっすよね。これはこれでいいです。で、悪魔将軍とゴールドマンっすよね。まあ、このあたりもありますね。ちょっと汚いかな？このあたりは。で、アシュラマンっすよね。まあ、これ多分ね、ノーマルのバージョンもあると思うんですよ。これはね、ちょっと腕がね、奪い取った手がついちゃってるんですけどね。まあ、こんな感じになってますね。で、ジャンクマン。こんな感じですよね。で、プラネットマンがね、多分あと出てると思うんですけども、これね、ちょっと僕持ってません。こちらが大井争奪戦に登場した超人たちになりますね。まあ、多分ね、出かけしのもう後期の方の段になるのかな。では一個ずつ見ていこうかな。これがね、ホークマンとミスター VTR っすよね。こんな感じかな。で、これがキングザ100トン。ちょっと笑み浮かべてますよね。で、これがね、ミキサ大帝。こいつはね、まあ大人になってから買ったんですけども、こいつは新品になりますね。まあ今回開けねえっすよ。で、これが脱げついてますね。こんな感じかな。で、マリポーサになりますね。これあれだな、マリポーサチームは全員あるな、これ。これは嬉しいな。一応こいつは揃ってます。で、ソルジャーっすよね。まあ、ソルジャーしかいないのかな、このあたり。まあね、正義超人と悪魔超人の同盟軍なんでね。まあ、前の方に出した状態かな、他の超人は。まあ、こいつ、かっこいいな、やっぱな。で、ゼブラっすよね。まあ、こんな感じになってますね。ちょっとピンボケしてんだ。こんな感じですよね。ああ、筋肉マークもちゃんとついてますね、これはね。で、これも新品っすよね。万力とバイクマン。これもいいっすよね。これも多分大人になってから買ったものかな。まあ裏はさっきみたいに塗り絵になってんのかな。これはね、ちょっと開けねえっす。で、パールテノン。ね、このパールテノン、こいつだけね、確かね、買った時ね、すげえ高かったような気がするんですよね。やっぱ後半なんで、あれなのかな？数が少ないのかな？まあ、これはこれでね、やっぱ原作のパールテノンで、僕結構好きですね。で、ビッグボディチーム行こっか。まあ、ビッグボディっすよね。こいつもね、僕ね、大人になってから結構好きなんですよね、こいつはね。で、ベンチマンと、レオパルトン。行きますだよね。行きますよ。僕ね、ビッグボディチームね、実は結構好きなんですよ。で、ゴーレムマンとキャノンボーラー。キャノンボーラーすっげえな、これ。なんか、すごいムキムキだな。まあ、原作の方だとね、ちょっと背が低い感じでこんな感じになってるんですよ。これすっげえな、そう思うと、ビッグボディチームは全員揃ってんだ。このあたりは嬉しいな。
ここまでね発売してくれたんすね。これは嬉しいや。で、まあ最強のチーム、スーパーフェニックスチームっすよね。スーパーフェニックスチームね、この2人しかいないんすよ。まあこのねフェニックスもね、なんかねちょっとおかしいんすよね。これなんだいや、ここに横に出てんの。こわ、なんかちょっと微妙っすよね。まあ、マンモスマンはね、この口がやっぱ出ててね、この状態っていうのはいいですよね。多分ね、これ原作やってる時にね、まだサタンクロスとかね、プリズマンとかね、出てなかったと思うんすよね。多分この辺りで終了したもんで、ここまでになってると思います。こちらが出かけしの技消しになりますね。まあ、当時ね、このね、技消しめちゃくちゃ人気あってね、僕は子供の頃ね、持ってなかったです。これは大人になってからオークションで買ったものになりますね。まあこんな感じかな。まあね、これもね、結構ね、いいですよね。で、これがパールスペシャル。これちょっとおかしくてね、このバッファローマンとブロッケンジュニア、こんなシーンあったかな。まあね、この辺りはね、まあね、当時はもうこの辺りは設定は無視だったんでしょうね。で、まあこれはね、いいんですけどね、筋肉ドライバー、悪魔将軍と筋肉マン。ただ、筋肉マンこんな服着てたから、まあこの辺りもちょっと謎ですよね。でね、これとは別でね、マルコシだけと思いきや、これはね、バンダイって書いてあるんですよ。ちょっと見えねえかな。裏か、こっちか。バンダイって書いてある。バンダイさんからもね、このね、出かけしって発売されてたみたいなんですよね。まあこれフェニックスとソルジャーになるんですけども。まあね、この辺りね、当時知らなかったですね、僕ね。これも大人になってから手に入れたものになります。あとね、こんなものも出てきましたよ。これはね、ゲゲの鬼太郎なんですよね。これもね、マルコシなんですよね。まあ、裏もね、こんな塗り絵みたいで、これ多分全部一緒なのかな。まあね、こんな感じでね、まあ、ネズミ男だったり、鬼太郎だったり、まあ、色違いもあったのかな、こういう青の方もね。まあ、これもね、大人になってから買ったものになるんですけどね。まあね、このあたりもね、やっぱマルコシの方で発売されてたみたいです。まあ、あとね、ホークとの剣なんかもね、やっぱこういう出かけしっていうのがあったのかな。まあね、他にもね、まあ、こんなのもあったよっていうのをコメントなんかで教えてくれると非常に嬉しいです。今回紹介させていただきました、こちらのマルコシの出かけし。まあ場所によってはね、出かけ消しとも呼ばれているのかな。まあね、今回ね、こんなダラ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 長い動画ね、お付き合いいただき本当にありがとうございます。まあ当時はね、もう皆さんどうだろうね、駄菓子屋さんとかおもちゃ屋さんで買ったのかな、子供の頃。まあね、僕ね、この時にね、やっぱおばあちゃんがね、やっぱね、店頭にいたんですよね。これね、どうだろうね、二十歳ぐらいになった時にね、駄菓子屋さんまだやってたんで行ったんですよ。これまか不思議。おばあちゃんね、もう全然年取ってないですよ。そのままでした。これで当時、まあ、あんま言っちゃいけないんですけど、このおばあちゃんどこなんじゃねえのかなって思った記憶がありますね。まあね、最近ちょっと言ったらね、もうさすがにね、もう駄菓子屋さんは全てなくなっていました。まあね、これ時代なんですけども、本当にちょっと悲しいですよね。まあね、当時ね、この駄菓子屋さん、僕はね、ものすごくね、楽しませてもらいましたよ。すごくいい時代だったんじゃないかなって今思います。まあね、今の子供たちにね、ぜひね、このあたりとかもね、教えてあげたいですよね。今回はね、いつもの動画からかなり脱線してしまったんですけども、まあたまにはね、こういったね、まあ当時のものっていうのも出していけたらと思ってます。まあね、次回からね、まあいつものようにセントクロスマイスだったり筋肉マンの方を紹介していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。